磨くならセンスを磨け。オビディレクターの大藤でございます。ジョンです。花輪です。どっちです。入れ替わってるよ。誰かが入れ替わってるよ。今誰か入れ替わってるよ。入れ替わってるいいよ。今もうバルサのなんかもうパスサッカーみたいなぐらいのリズムでしたよ。はい、もうワンタッチ縛りのね。素晴らしい、はい、素晴らしいリズムでございます。これがね、あの我々大阪帰りでテンションが上がりまくっております。爆上がっております。多くのお客様にいらっしゃっていただきありがとうございます。どうもありがとうございます。お気に。ありがとうございます。ちょっと腰が痛い。本当にいい時間でしたね。そうですね、はい、楽しい時間でございました。そうですね、また行きたいね。第2弾3弾とね、はい、できることならやっぱりいろんな年もありたいですね、はい、そうですよね、はい、世界各国もあるの。世界各国、世界もう世界打ってちゃうよ。もう、まあ、大阪も世界を代表する街ですから。まあ、そうですね、そうですよ、はい、大阪カーニバルで、はい、先行発売をちょっとさせていただいておりました。はい、新作と再販商品のご紹介でございます。ありがとうございます。新作に関してはですね、トレーニングジャケット、トレーニングジャケット、トレーニングジャケット、ジャケット、フィジカルトレーニングジャケットでございます。フィジカルトレーニングジャケット、スポーツアイテム続きますね、はい、と、再販はフィジカルトレーニングパンツ。これはもう再販ですね。これはもう以前お出ししておりました、はい、トレーニングパンツでございまして、パンツを作った時にぜひ上もというお声をたくさんのお声いただきましたね、はい、まあ、特にカメラの向こうにいるあの方がいましたね。元の発端はね、あの方ですからね。元の発端はあの方必要でしょう。大正解でしょ。はい、若いでも、はい、なかったら失礼だと、下に失礼だと、下にね、下のパンツの方に失礼だと、ということで上を今年満を持して、はいはい、新作として作らせていただきました。まあ、ちょっと早速なんですがご紹介をさせていただきたいなと、うん、冒頭のルックでも暑い中、暑い中ね、はい、猛暑の中ね、しっかりね、もうそうですよね、着させていただきましたが、はい、お分かりの通り、もう見てもご覧の通りですよね。コンバートジャケットになっておりまして、はい、袖が取り外しができると。ユーティリティプレイヤーですね。ユーティリティですね。今もうやっぱりユーティリティではないと、うん、もう戦っていけないと。世界の標準はそれなんだね。そうなんですよ。いろんな場所で多種多様に使えるってことがメンズのやっぱりワードローブにはすごい必要だと。ホビーではまあ初めてではありますけど、はい、その着脱式の袖っていうそういうデザインにさせていただきました。はい、素材自体は以前のそのパンツ、トレーニングパンツと変わらずナイロン 100% の撥水加工の素材でございますんで、うん、はい、これから台風もまだ来るのかな。いや来るでしょう。最近やっぱりゲリラ豪雨もやっぱ多いですし、ね、やっぱり冷たい雨にさらされては風もひいちゃうよと、うん、そういう時にもすごく活躍、うん、活躍しますね、してくれるという、はい、そういったアイテムでございまして、うん、これまでナイロンのこういったジャケットでお作りしてた、以前やってたんですけど、うん、フルジップの別注カラーと、あ、そうです、去年です、去年です、去年か、うん、去年引き続きフルジップのスタンドカラーっていう、うん、そういったデザインにさせていただいております。着た時のそういうシルエットを自由自在にできるっていうのもやっぱりすごくこう必要だということで、うん、裾の部分はこれやっぱ重要なんで、ね、はい、コードにさせていただいていると。あとはやっぱり中、オールメッシュ、オールメッシュ、これ着心地上げてくれますしね、はい、これは袖に関してもメッシュをつけさせていただいておりまして、うん、この袖とボディが取り外しができるじゃないですか、うん、この取り外した時にやっぱこのメッシュがいかにこう綺麗に見えるかっていうところをこだわってお作りをさせていただいておりまして、はい、取ってもつけてもやっぱり綺麗じゃなきゃダメだろうっていう、はい、今ちょっと取らせていただきましたが、中にこうジップのこういう虫がつくんですけど、それに関してはヘムをちょっとつけさせていただいて、外からは見えないっていうようなものにさせていただいております。ナイロンとメッシュとのこのマッチもそんなにヘム幅がこう広すぎちゃうと、ベストで着た時に肩がやっぱり出すぎちゃっても、ベジータ、そうそうそう、ベジータ、そうベジータになっちゃうから、そういうところもこう計算をしてドラゴンボール世代の方きっと多いですから。いやいや、そうですね、ドンピシャですよ。袖をつけてるときは多少こうドロップするような肩のラインなんだけど、袖を取り外すと肩に収まるっていう、うん、そういうところが結構ね難しくて、肩が2段になってるっていうそういうデザインにしてます。そうですよね、はい、
ここよく作られてるなと思います。そうですよね、うん、袖がついてる時に我々のその今の気分としては肩線が肩の上に来るって違和感ある、はい、窮屈さもある、うん、ということもあって、その辺をちょっと工夫してどうやって作ればいいのかなっていうのもあって、うん、二段使いっていうのにさせていただいているっていう感じでございます、ねうんはい、袖だけでまあ使うってことはほぼないとは思うんですけど、なんでほぼなんですか、内職の可能性昔ながらのね、そうです、内職の可能性、内職のねこういうアバンギャルドな格好をする方ももしかしたら今でも全員的にね、あとはまあ我々のやっぱりライフスタイルに寄せたっていうのもあるんですけど、これねやっぱり、うん、結構いろいろ本当にスポーツのシーンで使えますよね、はい、これ後ろを見ていただくと背中のねこの腰の部分にポケットをつけさせていただいている、表にありますからね、表にももちろん表の部分と両サイドポケットをつけさせていただいていると。これはどうしてなんだ、まあボールを入れたり入れたりピンだったりピンを入れたりグリーンフォーク入れたり、はい、グリーンフォーク入れたりパスも入れたりパスも入れたり普通にね、いろいろ入りますからそうですね、はい、あとは携帯入れたりね、そうですね、自転車を乗る人とか、ね、そうね、そういうまあシーンでもこう使っていただけるという、うん、そういうもの、便利よね、めちゃくちゃ何も持たなくていいもんね普段ね、そうなんですよ、しかもここに置いとくとなんていうその重たさが全然かかないんですよ、邪魔じゃないもんね、そうコンバートジャケットっていうだけあって形もそうですし変化をすごくこう感じられるっていうナイロンジャケットになっておりまして、うんはい、カラーはもうブラックオンリーっていう一色ですよね、はいはい、我々やっぱりまあオフリーはやっぱブラックがまあメインではありますので、ね、そうですね、まあ、これ持ってれば間違いないだろうという感じで、まあブラックの一色っていう展開にさせていただいていると。サイズに関しては MLXL の3サイズの展開でございまして、ジャケットとパンツの値段を合わせた時に綺麗に収まる値段にしたかったっていうのがあって、ジャケットに関しては35,000円税込みでね、税込み35,000円ね、35,000円、これは嬉しいですね、はい、はい、パンツに関しては変わらず25,000円、あ25,000円で、まあ、合わせて6万円、6万円ね、はい、そういうまあセットアップっていう形で、うん、以前こうパンツをご購入いただけなかった方とかは、まあ、今回ぜひセットアップでっていう、はいはい、うん、で以前パンツ持たれてる方はもうジャケットだけっていう感じで着ていただいてもいい、まあ、両方ねそれぞれ使えるしねセパレートで、そうなんですよ、ね、しっかり、はい、冒頭のそのルックで、うん、ジャケットだけ今回まあ新作がジャケットだけだったん で、ね、はい、ジャケットだけを使ったコーデっていうのも作らせていただいてるんですけど、うん、僕はまあ長いスリーバーリーのコーデでございまして、はい、うん、スポーツとちょっとアウトドアをミックスっていう感じのコーディネート、9月なんで言ってもこの時期にしかできないショーツに長袖のこのスタイリング、うん、バランスいいですよね、はい、パンツに関してはこれ以前発売したユーティリティのショーツなんですけど、はい、これとジャケット、まあ、これでまあゴルフは完璧だと、ご覧の通り街並みにもしっかり合ってるとは思いますので、現代のアウトドアスポーツスタイルっていうところを意識させていただいていると、うん、まあ、こういったコーディネートもぜひやってくださいっていう感じの参考になればっていう感じです、うんうん、まあ、何でも合いますよ、そうですね、何でも合う、はい、はい、ジュンさんは僕あの袖を取ったベストタイプでねスタイリング組ませてもらいましたけど、はい、往年のやっぱスポーティーにね見えがちというか見えるんだと思うんですけど、はい、まあ、下にはあの帯のミリタリーのパンツを、うん、ちょっとこう男臭いけどちょっと品のある、うん、はい、ボリュームのあるパンツをセットいたしまして、はい、これの前に出たトップスの中に着てるのがねラガーシャツ、あれがすっごいね相性いいんですよ、うん、でスタンドカラーでしょ、で、ね、白でしょ、はい、クレリックシャツみたいな、うん、ラガーシャツじゃないですか、うん、すごくねハート開けるとね表情があって、ね、すごく落ちて、でパンツさえ借ればそのままこっちも行けちゃうので、うん、スタイリングで組んでみたんですけど、うん、ぜひあの参考にしてください、なかなかいいですね、うん、はい、まあ大人なスポーツスタイル、はい、ベストのその使い方ってちょっと難しいなって思う方も多分多いんじゃないかなっていうふうに思うんで、こういう使い方をしていただければ袖ありなしどっちでも、うん、そうですね、はい、使っていただけるんじゃないかなと、はい、あと着てみてね思ったのはね、はい、もう少し秋が深まってこの上にアウターを着るようになった時のベストでインナー使いっていうのか、これいいんじゃないかなと思って、間違いないでしょう、うん、またねこれこの上にね、そうですね、そうそうそう、1週間コーデとかで多分僕らもしかしたらね、はい、多分出てくるでしょう、うん、これに関しては、はい、結構無限のニットとかをこう中に入れてもいいですよね、あーいいですね、いいですね、ニットもいますからね、はい、
パンツも今回まあ再販となりますが、全く仕様は変えておりません、はい、中ももうしっかりとメッシュを裾まで入れさせていただいているっていう感じでございまして、はい、でこれに関してはアメリカ軍のミリタリーのフィジカルトレーニングパンツっていうところが元々の原型っていう感じなので、そこをまあ忠実に再現させていただいているっていう感じでございまして、もちろんアップデートしてる場所っていうのはいろいろございます。ジップだったりとかっていうのも YKK のちょっとこじゃれた感じのジップを使わさせていただいたりとか、あとはまあ膝だったりとかヒップなんかは二重に縫製をさせていただいておりますんで、テンションがかかりやすいっていうところは強度を高めていたりするっていう、細かいディティールっていうところまでこだわってお作りしているという感じでございますって、はい、結構使いましたね。これは使いましたね。素晴らしいです。いろんなシーンで使いましたね。そうですよね、うん、もうオム普段からセパレートでしっかり使えて、どっちもね、はい、うん、かつセットアップでも間違いないっていうものになります、うん、はい、上が35,000円、下が25,000円、はい、合わせて6万円、セットアップで6万円っていう、はい、そういうお値段にさせていただいております。発売日は今週の日曜日15日、9月15日、915、はい、の10時ですね。10時でございます。もう中くが中だよ。くなかですね。すぐ着れるんじゃないですか、うん、もうやがてね、日が暮れればすぐ。そうですね、今の時期だったらベストだけで使ってもいいし、そうですね、もう少し寒くなればちょっと袖つけてもいいんじゃないかな、うんうん、ライブもありますよね。もちろん、はいはい、13日かな、はい、金曜日、金曜日、21時からライブは行わさせていただきます、13日の金曜日。おお、いいじゃん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 、湖に来てっちゃうからこれなんとか湖に、なんとかレイクに来てっちゃうから、カニエウエストみたいなこれかもしれない。ぜひサイズ感など気になるとは思いますん で、はい、ライブぜひ参加していただければなというふうに思います。ぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いします。ということで今回は帯新作と再販商品になりますトレーニングジャケットとパンツをご紹介させていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。この動画が面白いと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録忘れずによろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。それではセンスがあれば何でもできるよ。湖で、あ、湖じゃないダメか、ダメか、困った顔してる、初めて初めてこういう時もあるよね。あるんだよね。皆さんよろしくお願いします。